ます。どんな企画かなと思いながらもお願いしちゃったんですけど、そう本当になんか書きましたもん、小学校の時それやりあのなりたいって。今でもそうやってお酒を提供してお客様とお話しする場で働きたくて、おでん屋さんでバイトしてたんですよ。まだ在籍してるんですけど。そう食べに来ます。あ、で本当大体今のところで最後にシフト入ったのが11月ぐらいなんですけど、言えばシフト入れるので。出来上がりました。出来上がりました。あーすごい。じゃあマリさん、素晴らしい。なんかもうすっかり銀座のホステスになりますけど、憧れなので。こういうドレスもなかなか着れないですし、髪型もこんなアップしないですし、もうちょっとだけおっぱいがあれば本当良かったなと思ったんですけど十分ありますけど。ていうかスタイルが良くてびっくりしました。私そのドレスこの辺が入らないから。じゃあちょっとその代わりにこれ着て働き、本当に働いてみたいですね。ですか。ちょっとタイムスケジュールとか見て時間とか本当に興味があります。あ、マリさんもいいでしたよね。はい、黒服渡辺くんそこにおりますけども、はい、ぜひぜひ本当に興味があります。おはようございます。おはようございます。今日七重ママの誕生日で、はい、お手伝いで来ていただきました。はい、どんな気分ですか。あの2年前に少しだけあのホステスさんのあの格好をさせていただいて、ちょっと実際に接客もさせていただいたことがあったんですけれど、うん、その時にお客様がすごい素敵な方ばっかりで、うん、やっぱりすごく品があって優しくて、うん、なので今日はいろんなお客様と出会えることを楽しみにしています。自己紹介をして、最初に席、はい、席着く前に一礼をして、はい、一礼をして、はい、いつ座っていいんですか。お隣失礼しますって一礼して、はい、お隣失礼します、はい、で座らせていただいて、はいはい、今日初めての銀座デビューになります、はいはい、マリです、よろしくお願いします、はい、出す前に一回立ち上がって、自分が出す時も立ち上がる。そうですね、はい、その名刺の方、はい、中本マリです、はい、よろしくお願いします、はい、お酒の割り方、飲み方っていうのをお伺いしました。割り方はどうされますか、はい、って聞いていただいて、水割りかソーダ割りですか、はい、で、入れる、はい、そうですね、大体合ってます、はい、コロナ対策で蓋がしあります。あ、蓋をこうやって取っていただいて、こう蓋を持ったまんまですね。持ったままです、はいはい、こういう風に持っていただいてお作りをします。こちらがゲストグラスで、どう違うんですか。はい、これが大きさが違うんですよね。はぁ、よく見たら、はい、あ、ちっちゃい方が、はい、ホステスさん。そうです、大きい方がお客様ゲストグラスと呼んでください。で、はい、ちっちゃい方がレディースグラスと呼んでください。はい、ゲストグラスの場合はこういう風にあの七重のロゴが、はい、ロゴが入ってますね。ございますので、はい、こちらで判別をしていただければと思います。こういう風に、グラスは置いたまま入れるんですね。置いたままです。最初はなるべく大きい方の氷から使ってください。あ、一番最初に入れるのは大きいの。はい、で徐々に大きさは小さいのもあるので。なるほど。あ、こんなに氷入れるんですね。結構大丈夫です。上まで入れるんだ。はい、次にステアをします。ステアする際は蓋をこうやって引っ張って、感覚としては縦に回す。おお、なんか一気に美しくなりましたね。蓋に置いてこうですね、はい、割り物入れる際も両手で、はい、で名前ロゴの下まで、はい、多すぎなければ大丈夫です、はい、必ずこのものを作り終わったらお待たせいたしましたと言って、グラスの外を持ってお客様のコースターの上に、はい、それが一度も流れになります。このお客様の口より上ではなくて、ちゃんと下の方に乾杯できたらお待たせいたします。芸人時代に教わった、はい、役立った初めて、はい、乾杯しようとしたらこうやって下げる方いらっしゃるんですよ。待ってください、待ってください、ですよね。はい、下に。で、そうなった時ってどうするかっていうと、はい、やーやー、結構すぎていいの、これですか。そうです、そうです。ちょっと目を見ながら、でででででで、こうやって、やー、好きになっちゃうで、で、目を見て笑顔、やー、大好きになっちゃう、キュンキュンで、乾杯って言って、やー、知ってましたか。やっぱりタバコを吸われるお客様、はい、こちらも動作があります。はい、はい、まあ、ゆっくり、ゆっくり、
はい、上品な姿はゆっくりですね、はい、吸い終わった後に1本ずつ重ねる、重ねて、で新しい花皿もこういう風に1本吸っただけで重なっちゃって吐く で新しいの持ってくる、はい、グラスを拭く際なんですけど、この紙ナプキンでグラスの水滴を拭いていただくんですけど、手前から手前から、まあ、グラスの底に合わせて1回こういうふうに巻きます。でこうやってこの使い終わったものは、まあ、吸い殻と同じような感じでこうやって灰皿に、ああなるほど、はい、抜ける前に私の方から大事なお酒ですので、飲み切ってから乾杯をして、うん、まあ、お酒につけてもこのぐらいまでは残していい、必ず飲み切ってほしい。あーなるほど、はい、抜ける際乾杯していただいて、飲み終わってから乾杯、飲み終わってから、あ、了解です、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、また来たかったらお話ししてくださいとか、はい、一言添えながら、はい、で乾杯して抜けるんですけど、抜ける際は必ずコースターを、この、うん、はい、コースターをそこに、うん、はい、うん、避けていいですよのサインです、うん、はい、今日1日これを繰り返しになります。ナナイママさんのお店のお客様は本当に素敵な方ばっかりで、すっごく楽しかったです。本当です、はい、いろいろと一緒ここまでタレを作るのに大変だったと思うんですけど、本当にこうやって取れて嬉しかったです。これからもよろしくお願いします。ママおめでとうございます。ありがとうございます。乾杯。高評価、コメント欄をたくさんいただけますと嬉しいです。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは銀座の夜にお待ちしております。お待ちしてます。